Wikipedia English writes that the Karnak stones were erected during the Neolithic period, which lasted from around 4500 BC until 2000 BC. The precise date of the stones is difficult to ascertain, as little datable material has been found beneath them, but the site's main phase of activity is commonly attributed to 3300 BC. One interpretation of the site is that successive generations visited the site to erect a stone in honor of their ancestors. A recent assertion states that the megaliths were set as protecting shields for an army of defenders of Karnak as pre-elected burg against attacking enemies. This story has been presented by Santiago Sevilla in a book published in Amazon.com under the title of Paleolithic Studies, Stonehenge and Karnak. No. Karnak was a rock calendar along with Avery, UK, which was constructed by people who could fly in the air freely, or ETs. Here in this video, it's my pleasure that I, Hiroshi Hayashi, can show you its proof and evidence. フランスのカルナクは紀元前4500年頃から紀元前2000年頃にかけて作られ、特に紀元前3300年頃に主に使われたと言われています。そのカルナクが何であるかについては、ウィキペディア百科事典は次のように書いています。先祖の名誉を祝うために、何世代にもわたってその子孫たちがそれぞれ岩を建てたものと言われていますが、外敵から町を守るために建てられたものだというサンチアゴ・セビラの説も近年提起されていますと。 No. フランスのカルナクは UK のエイルベリーと並んでロックカレンダーでした。繰り返します。ロックカレンダーでした。なおかつそのカレンダーには、空を自由に飛ぶことができる人、つまり ET が深く絡んでいました。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広瀬林、浜松セティ、ジャパン。今ご覧いただいているのが、上がエイブビリーとその周辺で見つかったトークン、つまり目印です。そして下がカルナクと同じくその周辺で見つかったトークンです。このトークンがカルナックの謎を解く大きな鍵となりました。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、その前にいくつか外堀を埋めておきたいと思います。皆さんをフランスのカルナックに案内します。フランスのカルナック列石です。で、この列石は何かということですけども、全く分かっていないんですよね。で、先ほどのような説明がなされています。まことしやかな、もっともらしい説明がなされていますが、私林博士の解釈は全く違ったものです。それをこれから順に説明していきたいと思いますけども、このような石がですね、並んでいます。で、今現存する列石の中で一番たくさん数えられる列ですね、横列は13列になっています。13という数が何を意味するかですけども、
それは別のところで証明しましたので、ここではまずこのカルナック列石がカレンダーであることを皆さんに証明します。もう一度最初から皆さんをカルナックへ案内します。偶然ではありえないというラインを証明しながら、それが偶然によってできたものではない、つまり人為的に置かれた位置にあるということを証明していくのが林浩司のライン理論です。で、最初にこのカルナックに点をつけてみます。で、このカルナックですけども、先ほども言いましたように、つまりは何も分かっていないということですね。で、最近の学説によればですね、どうやら砦であったというのです。敵から村を守るために作られた砦であったというのですね。で、このカルナックとですね、私が以前からロックカレンダーであると証明してきましたいくつかの遺跡と線でつないでみます。まあ、こうした石舞台に似た遺跡もあるということです。で、ここがカルナックです。カルナックから東へ線を伸ばします。で、ぐるっと回ってラオスのジャール平原へとやっていきます。ここがラオスのジャール平原です。ここには奇妙な壺型の岩が並んでいます。そして右がインドネシアのポケケアです。このジャール平原の列石とポケケアの列石とは区別がつきません。上がインドネシアのポケケアです。下がラオスのジャール平原の列石です。見比べてみてください。全く同じです。全く同じです。区別がつかないと思います。で、これも暦列石です。この壺のようなものの中にですね、何かトークンを置いて毎日動かしながら日、月、季節、そして一年を知ったものと私、林浩司は考えています。つまりはジャール平原の壺型列石も、そしてポケケアの壺型列石も暦列石、つまりロックカレンダーであったと私、林浩司は判断しています。そしてカルナックとジャール平原の列石とポケケアの列石は真一直線でつながり、そしてそのラインはナスカへと向かいます。ナスカにはこれらの遺跡を示す滑走路があります。まあ、そこで今度は林浩司のナスカ理論ということになります。まあ、それについてはもう少し後で説明します。ともかくもカルナックとジャール平原の列石と、そしてポケケアの列石は真一直線でつながっているということです。もう一度この地球を見てください。左がカルナック、そして中央やや右寄りがジャール、ラオスのジャールです。そして一番右がインドネシアのポケケアです。そこでカルナックの中心部とポケケアの中心部を線でつないでみました。一番左寄りの赤いラインが、上はカルナック、下はインドネシアのポケケアとつないだラインです。この中心部にジャールがあります。この辺り全体をジャール平原と言います。そのエラーは、つまりジャール平原の中心部から赤いラインまでのエラーは 8.61km です。まさにジャール平原の真上をこの赤いラインが通過しているということになります。これをエラーと見るか、あるいはエラーと見ないか、あるいは偶然と見るか、あるいは偶然ではないと見るかは皆さんの判断にお任せします。長い前置きになりましたが、これからフランスのカルナックはロックカレンダーであったことをこれから証明します。そのアウトラインを最初に説明しておきます。
UK のエイブ・ベリーはロックカレンダーでした。その証明を最初にします。そしてそのエイブ・ベリーからマーキングトークンが見つかっています。目印の岩です。斧ではありません。そして同じものがフランスのカルナックで見つかっています。両者を比べてみてください。全く同じ斧の形をしたマーキングトーンということになります。それがフランスのカルナックでも見つかっています。つまり同じ斧の形をしたマーキングトーンが UK のエイブ・ベリーとフランスのカルナックをつないでくれました。つまりこのマーキングトークンを毎日一個ずつ動かすことによって古代の UK の人、フランスの人たちは日、月、季節、そして一年を知ることができました。マーキングトークンがエイブ・ベリーとカルナックをつないでくれました。がそれだけではありませんでした。以上紹介した遺跡すべてがナスカにつながっています。ナスカにはこれらの遺跡を示す滑走路があります。そしてそれらの滑走路は一箇所に集まっています。つまりこれらの遺跡は空を自由に飛ぶことができた人、すなわち ET もしくは NT、 つまりネイティブテランス、つまり地球在住型の知的生命体の人たちによって作られたということです。ここでは簡単にそのナスカ理論による証明を皆さんにご覧いただきます。これがそのプラットフォームおよびその滑走路です。ポケケアのラインもあります。ジャール平原のラインもあります。それからショリア、ロシアのショリアのラインもあります。そしてエイブ・ベリーももちろんあります。そしてもう一箇所、モーレーのラインもあります。その中に、つまりはカルナックのラインも含まれているということになります。その証明は続く動画の中でします。繰り返しますが、古代の人たちにとって最も重要な関心事は暦および暦の統一でした。そしてその暦の指導を ET もしくは NT がしたということになります。ナスカがその証拠ということになります。林博士のナスカ理論の応用ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Good day, my friends in Australia. I am Hiroshi Hayashi, Japan, who once studied law in Australia in 1970 and I stayed in International House of Melbourne University as a scholarship holder from Tokyo Chamber of Commerce and Industry, or personally assisted by Mr. Hidesaburo Shoda, father of the Empress of Japan now.If you may respect my career of this a bit, please give me half an hour to share this video through which I can tell you what the jar was used for. In Japan, it is widely reported that they were used for hurting the dead as Mr. Daggett O'Reilly, probably an Australian archaeologist. Mr. Daggett O'Reilly has reported in his Facebook as follows.The exact purpose of the jar, which dates back to the Iron Age, remains unclear, along with the ethnicity of the people who left the jar, which weighed up to 10 tons each and were dragged from quarries up to 10 kilometers away. One of the big questions is what were the jars used for? And that's something we hope will be able to shed a little bit of light
on, says a project chief investigator. Here is my idea with evidence and proof. Jar rocks may have been used as coffins, most possibly, or so-called flesh-eating coffins, as the ones which have been unearthed in Assos in Turkey, as well as a giant rock calendar, along with the ones in Avery in UK and Karnak in France. Thank you very much for attention, and I say here, cheers, Mike! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious megalith in Celebes, Indonesia called Pokekea Megalith. As to Pokekea Megalith site, Celebes, Indonesia, WorldCom website writes as follows, though nobody knows what they are and who created them. Stand silent in Pokekea Megalith site, just like thrown out from a time machine to a mysterious land in a very old ages. Statues and many megalith stones are scattered in the very beautiful valley. Located in Napu Valley, 3 hours driving from Palu, the capital of Central Celebes, Indonesia. Pokekea and the rest of the valley offered amazing landscape view and historical experiences. I, Hiroshi Hayashi, is to try to solve this mystery with my own Nazca theory. You will know what they are and who created them after 10 minutes. Can you be patient for 10 minutes to know the secret of Indonesia? インドネシアのセレベス島に奇妙な巨石遺跡があります。それが何であるか、誰によって作られたものかについて誰も知りません。が、その謎は簡単に解けました。それだけではありません。私はその謎を私のナスカ理論を使って解きましたが、このことは同時に、私のナスカ理論の正しさを証明するところとなりました。どう解いたか、どう証明したか、それをこれから皆さんに紹介します。で、10分後にあなたはこう言うでしょう。なんだ、そうだったのか、と。なお、この巨石遺跡についての情報は、幸男山川さんによって届けられました。私もその巨石遺跡については、幸男山川さんによって教えられるまで何も知りませんでした。が、その巨石遺跡からナスカに線を引いてみたら、謎はそのまま解けました。ラオスのジャール平原の巨石ラインと、同じ滑走路の反対側とその線が重なったのです。ビンゴーです。そればかりではありません。これから紹介します、ロシアのショリアの巨石遺跡ライン、さらには UK のエイブベリーラインとも重なったのです。さらに、ペルーのモレーのラインとも重なりました。どれも私がカレンダーであると証明した遺跡です。では、順にそれを説明していきます。先ほど紹介した画像と同じになりますが、まずインドネシアのセレベス島をまあ紹介します。この左から二つ目の星のところがセレベス島です。そして一番左のところがラオスのジャール平原です。同じ巨石があります。で、その間の距離は約3000キロなんですね。互いに行き来できる距離ではなかったと思われます。で、まず皆さんをですね、このポケケアメガリスへ案内します。インドネシアのセレベス島です。で、ここにその巨石があります。で、この白い点が2つありますけども、巨石があるのは向かって右側の方だと思われます。まあ一応点はこの点に取りましたので、皆さんご自身が検証なさるときは注意してください。これがそのポケケア巨石の、まあ、石、まあ巨石なんですよね、要するに。で、こうしたものがポケケアにあるわけです。まあ、大きなものですね。そしてそうした岩をですね、加工して、まあ、このような容器のようになっているわけです。ご覧ください。
そして今度は、ラオスのジャル平原へ皆さんを案内します。これはベトナム在住の中さんという方が、この情報を教えてくださいました。これがラオスのジャル平原です。で、このジャル平原もやはり同じような場所にはあるんですけどもね、この位置よりもやや上あたりのところです。緯度経度は合ってますので、それを頼りに探してみてください。この場所よりもやや上あたりです。で、この緯度経度は正しい位置ですから、これを手がかりにこの場所を探してください。で、これがジャル平原の巨石です。まあ、やはり壺型に作ってあるわけですね。で、インドネシアではこれを、ごめんなさい、ラオスの方ではこれをですね、酒を入れておく、まあ、容器として使っていたと、そのように説明されているようです。中さんがそのように教えてくださいました。で、この、いわゆるポケケアのメガリスと、それからジャール平原のメガリスを比較してみますと、大変興味深いことがわかります。上がポケケアですね、インドネシア。そして下がラオスのジャール平原の、まあ、巨石です。まあ、順に比較していただくとわかりますように、同じなんですね。まあ、それ以上言いようがありませんね。同じ壺型で、そして岩をくり抜いて作ってあるということです。何のために、どうしてかということですよね。まあ、人間の大きさと比べてもかなり大きいものだということがわかります。まあ、簡単に持ち運べるような岩ではないということですね。岩というのは重いですよ。はい。私の家の庭にも、まあ、小さな岩がありますけども、まあ、どうしていいものかっていう感じで、困っているような状態でしてね。まあ、要するにこの白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、区別がつきませんね。皆さん自身で確認してください。で、これと同じようにですね、このショリアとエイブベリーを比較しています。ロシアのショリアです。これも、ゆきお山川さんが教えてくださいました。緯度経度はここに示しておきます。そして、エイブベリーとの間の距離はですね、5800キロも離れているんですね。やはり同じように、まあ、比較しています。上が、ショリア、ウスツアバンカスキーですけどね。そして、この人の大きさと比べてください。ここが重要です。巨石なんですよ。こんな岩をですね、この大平原の真ん中に並べてあるというところが謎なんですね。周りには岩らしいものは何もありません。エイブベリーもそうですね。この大きさを比べてみてください。で、同じものがショリア、それからエブベリーの両方で見つかったということです。経度差にしてちょうど 90.0 の経度差があります。で、こういうのを見ますとですね、はっきり言いますと、エブベリーの今までの考古学者の先生たちはもういろいろな説明してきましたけども、すべてそうした説明が吹っ飛んでしまうということですよね。同じものがショリア、ロシアの5800キロ離れたショリアで見つかったということです。皆さん自身で確認してください。これからもこうした発見は次々となされていくものと思われます。で、上がショリア、下がエイブベリー。区別はつきませんね。このことをちょっと頭の中に入れておいてください。エイブベリーはカレンダーでした。同じようにショリアもカレンダーと考えられます。下は古墳ですけどもね、この並び方のコンセプトですね、いわゆる埴輪を並べていくこのやり方がですね、ショリアの石の並び方と大変よく似ているということです。ウスツアバンカンスキーのね、石の並び方とよく似ているということですね。大きな岩を並べて、その間に小さな岩を並べてあるということですね。ですから、まあ、前方後円墳、まあ、カレンダー説と重ね合わせますと、さらに、まあ、空の関係性、関連性がですね、明確になってくると思います。では、これから、その、まあ、検証と言いますかね、ナスカ理論を使ってそれを説明しています。これがナスカです。この黄色い線は、ポケケアラインですね。ポケケアから引いてきました。先ほどの、まあ、緯度経度のところから引いてきました。そしてこのラインがですね、この滑走路に重なります。注意深くご覧ください。ここが、林浩司のナスカ理論です。注意深くご覧くださいよ。このラインと重なりますね。これは綺麗に重なるんですよ。皆さんも、驚かれると思います。緯度経度はここに示しておきます。この点を基準にして、この滑走路を、調べてください。そしてこの、今のブルーの線が今ポケケアですね。そしてこの黄色い線が、ジャール平原から引いてきた線です。上で重なりましたね、線が。このように、ナスカではですね、同じ関連性のある遺跡を、こうしてラインで示しているということです。上のブルーのラインがポケケアラインです。で、右の赤いラインがジャール平原から引いてきた線です。まあ、このようにして、両者は綺麗にこのライン、滑走路の上の方で重なるということです。
が、それでだけではありませんね。もう一度ご覧ください。これがポケケアラインですね。このブルーの線がポケケアラインです。いいですか？そしてこの赤い、これが黄色い線がエイブベリーから引いてきた線です。そしてこれがショリアから引いてきた線です。この一番右のブルーのラインはショリアから引いてきた線です。そしてジャール平原のラインと重なります。が、もう一つ、モーレ、ペルーのモーレラインと重なります。このモーレもカレンダーであることを証明しました。このように、まあ、ロックカレンダー、並びにモーレはですね、すべてこの5本の線はここに集まるということです。もうこれは偶然ではありませんね。確率論的にありえないことです。もう一度、簡単に復習しておきます。いいですか？中央がナスカです。上がポケケアです。ブルーのラインですね。それからジャール平原の赤いライン。それからショリアの水色のライン。そしてエイブベリーの黄色いライン。そして最後にモーレーの緑のグリーンのラインがこうして重なるということです。もうこれでナスカ理論によってこれら5社はですね、すべてカレンダーであり、またこのナスカ理論を使ってポケケアの巨石、メガディスもですね、カレンダーであることが証明されました。いかがですか？続くビデオどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi's Nazca Platform Theory. Nazca lines are lines that show the direction sharp to each ancient ruin.This is Hiroshi Hayashi's Nazca theory, and each line from each similar spot gathers together to each platform in Nazca. This is Hiroshi Hayashi's Nazca platform theory. Here are some examples of Nazca platform theory along with Pokekea Indonesia and Jazz Laos, Luyan and Yunnan China,Persepolis now in Iran and Babylon in Iraq, Lahore, Olympia and Terracotta Army, and very interestingly, Jantal Mantal India and Izumo Taisha Japan. With this theory, you may know how and in what way each ancient ruin is related with another ruin. For example, can you tell the difference betweenPokekea Indonesia and Jat Laos, which are over 3,000 kilometers away from each other. These two ruins were rock calendars, I, Hiroshi Hayashi, understand. ナスカラインは世界の拠点の位置を正確に示す方向指示ラインです。これを林博氏のナスカ理論と言います。また、ルイジの拠点からのラインは、ナスカで一つのプラットフォームに集まります。これを林博氏のナスカプラットフォーム理論と言います。ここにいくつかの例をお見せします。で、これらの理論を逆に応用することによって、それぞれの遺跡が何のための遺跡であるかを知ることができます。例えば、インドのジャンタル・マンタルと日本の出雲大社など、インドのジャンタル・マルタルが天文観測所でしたから、日本の出雲大社本殿も天文観測所だったということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。それでは、最初からもう一度説明します。5つの例を皆さんにご覧いただきます。ナスカです。ナスカにはこのようなラインが無数に描かれています。で、右上から引いてきたラインがインドネシアのポケケア遺跡、そしてラオスのジャール遺跡から引いてきたラインです。これらの2本のラインは一つのプラットフォームに集まります。互いの間の距離は3000キロですが、区別がつきません。次に中国の龍門と雲江のラインを紹介します。左が龍門から引いてきたライン、右が雲江から引いてきたラインです。
これら2つの遺跡もやはり見たところ区別がつきません。左が龍門、右が雲光です。次にペルセポリスとバビロンから引いてきたラインを紹介します。上がペルセポリスから引いてきたラインです。下がバビロンから引いてきたラインです。初代ペルシャの王キュロス2世が君臨したバビロンです。そしてその後のカンビセスを倒して蔵についたのがダリウス1世ということになりますが、そのダリウス1世が君臨したのがペルセポリスということになります。次にこのラインはルンビニ、ラホール、オリンピア、その途中でアテネも通りますが、そのラホールから引いてきたラインです。そしてブルーのラインは中国の兵馬俑から引いてきたラインです。皆彫刻と関係があります。そして右から引いてきたラインがインドのジャンタールマンタルから引いてきたラインです。天文観測所と判断されています。赤いラインがそのラインです。そしてブルーのラインが日本の出雲大社から引いてきたラインです。日本の線はここで交わります。右のジャンタールマンタルが天文観測所でしたから、出雲大社も天文観測所ということになります。これらは林浩司のナスカプラットフォーム理論のほんの一部ですが、ナスカ理論およびプラットフォーム理論を逆に応用することによって古代の謎の遺跡、あるいは遺跡の謎を解くことができます。が、誰がこのラインを何のために引いたかということですけども、遠い昔地球へやってきたエイリアンたちが人間のために残した歴史遺産ラインと考えると謎が解けます。つまりナスカ理論、プラットフォーム理論を逆に応用することによって人間と神々の歴史を知ることができるということになります。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I, Hiroshi Hayashi, say here in this video that when two lines meet together, there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence.日本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林浩司のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、幸男山川さんより、キジル石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、キジル石窟を調べてみました。またまたビンゴです。キジル石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。アジアでも
龍門だけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグロト、まあ、石窟へ案内します。この印をつけたところが、キジルグロトーズです。で、ここへ行ってみます。で、このキジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がってるわけですね。で、この、まあ、こうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、このキジル石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、まあ、伸直線と言いますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。で、このように言いますと皆さんは、ただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこのあたりには、世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあ、このラインも含めて、すべて、なんて言いますか、寸分の狂いもなく重なりますから、皆さんも確かめてみてください。今、この米印のマーク、これがまあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが、雲江から引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ、まあ、滑走路、左側が、これが龍門から引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。線、ラインを見失うといけませんので、この、今、まあ、ここが来ましたね。それと、その、下の赤い線が、これがバーミヤンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミヤンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、正確に取ることができます。一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。キジル、雲門、それから龍門、そしてバーミヤンですね。そして写真を拾ってみました。右がキジル、左下がですね、雲江ですね。そして左上が龍門です。そして右下がバーミヤンということになります。そしてこれら4箇所をですね、比べてみますと、全く区別がつかないんですね。いわゆるまあ、コンセプトが同じと言ったらいいのか、まあ同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からキジル、下がバーミヤン、左上がリオモン、そして雲江です。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、こうした、まあ、石窟ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますか？あるいはその違いを言うことができますかってことですね。では検証してみます。今度は林浩のライン理論です。ここにキジルがあります。スペリングがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリオモンです。線でつなげておきます。で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして、雲江です。で、線で繋いでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林浩のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、クロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私の、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。で、このクロスポイントをどん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 探して下を降りていってみますと、87.8 キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ、バッコウ窟がありますね。トンコウバッコウ窟です。今までマガオを基準点にとっていましたけども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、本当の基準、なんて言いますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今中心に持ってきました。バッコウ窟です。バッコウ窟ですね。で、やはり、大変よく似た景色が
広がっています。敦煌、莫高窟です。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、莫高窟って言いますと、この写真が一番最初に、出てきますけどもね。まあ、観光地にもなっています。では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミヤン、リュウモン、それから運行を見比べていただきました。そこに、マガオ、莫高窟が加わります。で、色をセピアにしてみますと、またなってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは皆さんは区別ができますか？では、キジルとマガオ、簡単に比較しておきます。まあ、壁画が残っているのは今のところですね、キジルと莫高窟ということなんですけども、この、まあ、壁画がですね、またまたよく似てるんですね。で、こう、細かいところを見てきますと、特に頭の上のこの丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さんどうでしょうか？そして上半身裸で、下には、まあ、ちょっと一風変わった腰巻きを巻いています。これが神々、つまり、エイリアンの衣装ということになるのでしょうかね。そして、ネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一度この、ナスカに戻っています。ここには、今言いました、莫高窟のラインがありませんね。しかし、あるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこの、グランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今、マガオから引いてきた線ですけども、このラインがマガオラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。ということで、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続いて、世界の山々のラインについて説明します。謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これは、私が発見したクロスポイントの中で、まあ、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸分の狂いもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上しているんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティピティからのラインももちろんあります。ポポカティペティの、まあ、ふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこに、キョーティー和感があります。これは、ルアペフですね、ニュージーランド。やはりと言いますかね、南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。このあたりが、世界の山々からのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線は、やはり長いですね。左に、下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへとつながっていきます。これがアイゲリって言うんですかね、フランスの実に奇妙な岩山ですけども、やはり先ほどの滑走路の近くって言いますか、大体この辺に集まってるんですけどもね、まあ、興味ある人は見てください。そして、これがマッターホルンですね。マッターホルンもいわゆるまあ北、なってますか、イタリアあたりの基準点になっていますね。そして、全く同じ滑走路、ますかね、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん、富士山もありますよ。富士山の、まあ、ラインは大変まあ、短いところではありませんけども、それと、まあ、目立つラインではありません。だから、ここに重要なポイントがあります。今、180度回転していましたけども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆる、まあ、左の方を見ていただきたい。この緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、日本の富士山の位置が一致するということです。すなわち、左の、この、いわゆるまあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて林博士が発見したことですよ。そして、マウント・ウラウンです。
生産中の生産ということになりますね。このウラウンからの、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つはこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントを繋いでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度経度を示しておきますから、またご覧になってください。これは、そのまま、ウラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、方向を示すと同時に、その、まあ、ランドマークをこのように、まあ、エイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、まあ、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために、今日は、このビデオを編集していました。こんなことができるのは人間ではありませんね。まあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん。バイ。